はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、鹿の子の子を描いていきたいと思います。その前に一つお知らせです。現在リクエスト投票企画を実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。ではまず輪郭から書いていきます。今回輪郭のほっぺまでの距離とほっぺから尾までのこの距離をかなり短めに書きます。輪郭は真ん中に線を引いた時に頬骨とかだいたい左右で対称になるような形で描くようにしてください。このあたりは詳しくは輪郭の描き方講座で解説していますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけたらと思います。でこの真ん中に引いた線のところに鼻が来るので、鼻をちょんと描いておきます。で目はまず上のラインを丸く描いていきます。で前ちょっと一本ピッと出して、くるくるくるーっと丸く、で端をちょっと太めにします。ちょっと上げて、で一本まつげしか、で瞳を縦長の丸で描いて、てっぺんのところにハイライトのちっちゃい丸を描きます。で黒い瞳の丸ちゅっちゅっと描いて、下に楕円を描きます。でここ黒く塗っていきます。でこの瞳の縁を太らせます。で二重のライン、眉毛はグイッと上げていきます。で反対側、右目もまず前を一本ピッと出して丸く描いていきます。でこっちも端をちょっとチュッと上げて、まつげ一本引っ張って下ろします。瞳を縦長の丸で描いて、上にハイライトの丸をくるっと描きます。で黒い瞳の丸ちょっと下ろして、下に楕円を描きます。こっちもちょっと細くしたりして、ここ黒く塗っていきます。で全体を太くしていきます。上のライン、眉毛こっちもキリッと上げていきます。で口
ちはちょっと真ん中を上げていくような感じでふにゃーんとさせて上げて下げるっていう感じです。で開けていきます。でちょっと端をこう止めて、で前髪は右目の端からすっと上に上がっていったところから一本下ろしていきます。で今度左目側に流して、でまた左目からすっと上に上がったところから一本細めの毛束を下ろしていきます。今度横に流してまた一本下ろしていきます。横に流して細めの毛束を下ろして、でこれを横スーッと下りてきて、でちょっと大きめの毛束を描きます。で毛先蓋をこれさせて、で上から下ろしていきます。で上を上げていって、でここから横に角ですね、鹿の角を描いていきます。ぴょこっとこういう飛び出ていく角の部分3つ描きます。で横にスーッ、位置はだいたい眉毛の横ぐらいですね。でこの長さは顔のこの輪郭の最初中心線描きましたね。この距離の1、2倍ぐらいですね。なのでこの輪郭の幅の2倍ぐらいの幅が角があります。頭の頭頂部から丸く下ろしていって、で後ろの手です。で反対側、右はもう横に流していって一本下ろしていきます。でまた流していって目の端にかけて上から下ろしていきます。でこの位置を左右で揃えます。で大きめの毛束、で上に上げていって、でちょっと襟足先に描いていきます。で耳がちょっとだけ見えます。こっちもだいたい高さ揃えて耳がちょっとだけ見えて、で角はだいたい左右で高さと長さを揃えて、こっちも1で2飛び出させて、で3で丸くつないでいきます。で首は頬骨からちょっと下がったところからスーッと下ろしていって、こっちも頬骨からちょっと下がったところからスーッと下ろしていきます。でセーラー服の合わせは最初の真ん中の中心線のところで中心を合わせます。中の襟を描いてライン入れます。でセーラー、でこれリボンがちょっと変わってて、まずここ止めますね。薄
結び目を書いて、で上に上げます。普通はちょっと襟で隠れるんですけど、これちょっと変わってますね、かなり。で幅が広いので襟の端からリボンが出てきます。で肩が出てきて、で反対側こっちも襟、スカーフちょっと上げて上に出して、でスカーフはこの襟の幅で、でここの高さも揃えます。でこう肩が出てきて、で結び目から出てくる部分です。で襟にラインを入れておきます。で最後襟にタッチ入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。